中毒合作、中毒合作、中毒合作とは1910年代から1940年代にかけての中華民国とドイツの一連の軍事的、経済的協力関係を指す独中合作とも日中戦争直前の中国で産業と軍隊の近代化に役立った。1912年に中華民国が成立した直後の中国では 軍閥が跋扈し、列強の侵略に苛なまれていたが、1928年の国民党による北伐の完成により、一応ながらも国内統一がなされた。しかし、その後満州事変などの日本の進出により、中華民国による国家統一が脅かされるようになった。そのような背景において、軍隊と国防産業の近代化を必要とする中華民国と、 資源の安定供給を必要としていたドイツの思惑が一致し、1920年代の終わりから1930年代の終わりにかけて、両国の蜜月関係は最高潮に達した。ナチスがドイツを支配すると、さらに関係が強化されたが、日独防強協定が締結されると関係は弱められた。中国の近代化に大きな影響を与え、 第二次上海事変で成果を発揮した。初期の中国、清市ドイツ間の貿易は、シベリア経由の陸路を使っていたため、ロシア政府により通貨税がかけられていた。そのため、次第に海上航路を使うようになっていった。初めて清市を訪れたドイツ商船は、1750年代プロイセン王国のプロイセン王立アジア会社、コニッヒリック。 プロイッシャ・オスヤティシャ・コンプニのものだという。アロー戦争で結ばされた1858年の天津条約によって、プロイセンを含んだヨーロッパ各国と中国との貿易が活発化した。19世紀後半、中国貿易の主導権はイギリスが握っていた。そのため、プロイセン王国最小のビスマルクは、イギリスに対抗できるような貿易機構を熱望した。 1885年、ビスマルクは、清市への直行規制に補助金を出す、法案を議会通過させた。同年、ビスマルクは清市に、ドイツ第一銀行と産業調査団を送り込み、1890年には、ドイツアジア銀行を設立する。これらの努力により、中国の1896年の貿易量は、イギリスに次いで第2位となった。 この頃のドイツは中国に対してイギリスやフランスのように露骨な帝国主義的態度をとっていなかったので、新国政府はドイツとの協力関係をもとにして近代化を進めようと考えた。1880年代、ドイツのフルカン株式会社シュテッティン造船所は、後の日清戦争で活躍する北洋艦隊の機関庭園、鎮園を造船している。 また1880年代後半、ドイツの兵器関連企業クルップは、旅順の要塞化に協力している。日清戦争の敗北により、遠征外はこれまでの要務運動が間違っていたと考え、自強軍、自キング・ジューン、よび新しゅ権力軍、春神安・ルジェン建設のため、ドイツに、さらなる支援を希望した。さらに軍備だけでなく、 産業や技術面での支援も希望した。一方で、ドイツの対中国政策は1888年に、ビルヘルム二世が即位すると急変した。ビルヘルム二世は、帝国主義的な政策を推進し、例えば日清戦争後の1897年、ドイツ人選挙視察外を口実にして、公衆案に軍を出し、1898年に、成長に、 三島省甲州案の99年間の咀嚼を認めさせた。おそらく中毒関係が最も冷え込んだのは1900年の疑話番の乱の際でドイツ公使を殺されたビルヘルム2世は怒って遠征軍司令官に対して反乱軍に対して紛属のごとく容赦ない攻撃を加えと命令した。この事件を受けて第一次世界大戦第二次世界大戦のドイツ軍はしばしば 君族の別称で呼ばれた。この期間、ドイツは中国の法整備にも大きな影響を与えた。新朝が終わる数年前、中国の革命家はドイツ民法をもとにした民法草案の作成を始めた。ドイツ民法の骨子はすでに日本でも採用されていた。この草案は新朝崩壊前には施行されなかったが、1930年に 中華民国民法として施行された。それは現在の台湾民法に引き継がれ、中華人民共和国の現行法にも影響を与えた。1985年に作られた中華人民共和国民法の原則はドイツ民法に基づいている。ところが第一次世界大戦の前、中国とドイツの関係は一時的な停滞を見せた。その理由として、1902年の日英同盟や、 1907年の三国協商、イギリス、フランス、ロシアにより、ドイツが政治的に孤立したことが挙げられる。ドイツはそれに対抗して、1907年にドイツ、中国、アメリカの協商を模索したが、実現しなかった。1912年、ドイツは中国の革命政府、中華民国に600万マルクの資金を提供し、中国に 三島省での鉄道敷設を許可した。第一次世界大戦開戦後、ドイツは中国の咀嚼地が日本に渡らないよう甲州湾の返還を申し出たが、それが完了する前に日本は神下をと甲州湾に攻撃を仕掛けた。ドイツは極東にまで手が回らず、これに対して何の動きも取れなかった。1917年8月14日、中国はドイツに対して、 戦線復刻して、観光、天津のドイツ咀嚼地を回復し、その他のドイツ咀嚼地の返還を約束させた。しかしながら、パリ講和会議での中国代表団の反対にも、かかわらず、ベルサイユ条約によって、これらの土地は日本に割上されることが決まった。中国ではこれを連合国側の裏切りと取る人が多く、後のの54運動へときっかけの一つとなった。 これらの動きにより、第一次世界大戦後の中国ドイツ間貿易は大きな打撃を受け、1913年に300あったドイツ企業は、1919年には2にまで激減した。ベルサイユ条約では、ドイツ軍は10万人に制限され、軍需産業は大幅に縮小されたため、ドイツの工業生産は大きく減少した。しかしドイツは、 軍事先進国として多くの製造会社が一流の軍用品生産技術を持っていたため、外国に売るためという条約制限の抜け穴をついて、合法的な理由で海外に合弁会社を設立し、そこで兵器を生産し、ソ連やアルゼンチンなどに売却した。このような海外移転案を出したのが、ワイマール共和国国軍兵務局長に就任していたハンスンゼクトである。 ソ連とは1922年にラパロ条約を締結し、翌1923年には秘密軍事協定を結び、ドイツはソ連の重工業や軍事教育を支援し、ソ連は武器製造などを分担する。なお、ドイツ軍は他にも、不評感リッターフォン・ミッテルベルガー中将がトルコで軍事指導を、ハンスクントがボリビア軍を指導し、 パラグアイとのチャコ戦争において指揮を執るなどでいた。遠征外の死後、中国を支配していた北京政府は崩壊し、政権を狙う軍閥同士で内戦が始まった。そのため、ドイツの兵器メーカーは、中国に武器と軍事支援を提供する証券の拡大を画策した。広州の国民党政府も、ドイツの支援を求め、ドイツで教育を受けた。 朱也が1926 1944年年から年までの、のドイツとと交渉を、ほとんど一手に引き受けた。中国が外交相手にドイツを望んだのはドイツが技術力を持っていたという以外にもいくつかの理由があった。イギリスなどの国々は未だ帝国主義的であり中国国内の反帝国主義運動の主対象となっていたがこれに対してドイツは 第一次世界大戦で世界各地の植民地を失いもはや帝国主義的政策の推進を埋めていたため中国人に対する受けが良かった。またソ連のように政治に介入し共産主義者の勢力の伸長を図ろうとしなかったことも理由に挙げられる。また国民党の小介石はドイツが近年になって国内統一を果たしたことが中国際統一の上で 大いに参考になると考えていた。このようなことから中国はドイツが中国の国際的地位の向上を遂げる上で重要な役割を果たすとみなしていた。1926年、ュ也はマックス・バウアーを招いて中国への投資の可能性について会談し、翌年公衆を訪れたバウアーに、小解析の軍事顧問になるよう依頼した。1928年秋、 バウアーはドイツに戻り、中国の工業化に協力できる企業と、南京で小介石の常任顧問を引き受ける人物を探した。しかし、多くの企業は、中国の政局が不安定であるため躊躇し、バウアーも1920年のカップ一期に加わっていたと疑惑を持たれたことや、また、ドイツの中国への直接軍事協力は、ベルサイユ条約に抵触するとの懸念もあり、 招致は困難であったが、約三十人の将校と共に、マックス・バウアーは中国に戻り、軍事顧問団を形成した。これ以降、ドイツの最新兵器が中国にもたらされる。バウアーの国民政府への関与は、後の中毒協力の基礎となる。バウアーを団長とする軍事顧問団は、直ちに候補軍艦学校の軍事教練に着手。バウアーは国民革命軍を縮小して、 少数精鋭部隊へと再編成を行った。翌1929年春には、理想人らが、小解析と対立した際には、軍事顧問団は、戦闘の指導を行った。この作戦指導中、バウアーは、天然島にかかり、観光で死去、上海に埋葬された。バウアー没後、ヘルマン・グリーベル中佐が顧問団長を継ぎ、1年5ヶ月間、勤めた。 1928年、国民政府の蒋介石の北伐の完成により、中国の統一は一応達成された。しかし、中毒関係は、世界恐慌の煽りとクリーベルが国民政府との対立から顧問団長を解任されるなどの祖語が起きことから1930年から1932年の間は停滞した。さらに、ドイツの産業界、貿易業、 ワイマール共和国のドイツ国軍が命名に中国利権を獲得しようとしたため、中国における産業の開発は思うように進まなかった。1931年、満州事変で日本が中国軍を一掃し、翌1932年1月3日には満州を占領。同年1月28日には第一次上海事変が勃発する。この時、 ドイツ軍事顧問団が指導した第87.88、師団が参戦。その後、日本軍が熱化症に進攻し、万里の頂上付近で交戦した際には、クリーベルの公認の顧問団長だったゲオルク・ベッツェル、中将が自ら中国軍を指揮している。1933年にナチスが政権を取ると、ドイツの対中政策はより具体性を増した。 ワイマール政府は中国を含む極東に表立って干渉しないことを原則としていた。しかし、ドイツ国防軍、産業界、商社は政府の政策が中国貿易の利益を損なうことがないよう希望していた。その後ナチスドイツは巨国一致での戦争経済推進を政策に掲げ、軍需資源の確保、特に中国で産出されるタングステンとアンチモンを重視したため、 これ以降、ドイツの対中国政策が促進された。1933年5月、ドイツの元陸軍参謀総長、ハンスフォン・ゼークトが、ベッゼル中将の招きで、上海に赴き、経済、軍事に関して、小介席の上級顧問となった。ゼークトは早くも、翌6月、経済、軍事推進計画の外説を、小介席に提出した。その中で、 大規模で訓練が行き届かない現状の軍に変えて、小規模で、機動性に富み、装備が整った部隊を整えることを要求し、加えてゼイクとは、軍隊は質によってその優劣が決まり、その質の差は、将校の質から生じるゆえに、盤石な命令系統が、軍隊の骨子を成す、という構想を説いた。ゼイクとは、まず第一に、国民革命軍が、 小解石の号令のもとに一様に訓練され、統治される必要があり、組織をピラミッド型の中央集権構造に変える必要があるとした。これを達成するため、政府が昇降団を厳選したドイツのイリート派、エリート部隊に相当する模範旅団を作って、各地の軍団の訓練を担当させればよいと提案した。またゼイクとは、日本一国だけを敵とし、 他の国とは、親善政策を取ることとも、小解析に進言し、今最も、中国がやるべきは、中国軍病に対して、日本への敵外心を養うことだとも提案した。これを受けて、小解析は、秘密警察組織である、ライン社による、対日敵視政策を取るようになる。当時国際的に孤立しつつあったドイツからの支援により、 他国からの軍事支援を受けることが難しくなったため、中国は国防産業の自給を進める必要があった。産業構造を効率的にするためには、中国の組織を変えるだけではなく、中国内のドイツの各組織を統一化する必要があった。九百三十四年一月、中国内のドイツ産業を統括する、ハンデルソーガセヨシャフト FR& アンドストトリエルプロドゥクト、 工業製品営利会社、ハプロがベルリンで設立された。設立者は、退役退役で、武器商人であったハンスクラインである。クラインはすでに1933年6月の、ゼイクトが中国を初めて訪れた時に同行していた。ハプロ設立の目的は、ドイツが国家として、中国への干渉を深めていることに対しての、外国からの抗議を交わすためでもあった。 同年4月には、ゼイクト大将は、ベッツェル中将に代わって、軍事顧問団団長に就任。さらに、中国軍事委員会の総顧問に就任した。ゼイクトは1935年3月に病気で、帰国するまでに、以下のような軍事改めを行った。1934年8月23日、ハプロと中国との間で、対等条約である中国び、 ドイツ農業、工業製品交換条約が調印され、国民政府はドイツ製品とその開発支援と交換に中国産の軍需資源の友を約束した。国民政府は中国共産党との内戦で軍事費が増大して財政赤字が膨らんでおり、外国からの借金が難しい状況だったので、この物々交換は中国とドイツの双方に利益をもたらした。 一方で、ドイツは、軍需資源を中国から確保できるようになったため、国際原料市場に依存する必要がなくなった。ハプロとこの条約は、中国産業の推進だけではなく、軍政の再編成も促進した。この重要な条約を結んだ後、ゼイクトは、中国軍事顧問の地位を、アレクサンダー・フォン・ファルケンハウゼンに譲り、1935年3月に、ドイツに帰国した。 帰国後、ゼークとは、ドイツは、中国と協力すべきと、ヒトラーらナチス高官に進言。ヒトラーやドイツ国立銀行総裁で当時、経済大臣であった、シャハドラは賛同する。1936年、中国の鉄道は、かつて孫文が思い描いていた10万マイル、16万キロメートル、とはほど遠く、わずか1万マイルに過ぎなかった。さらに、 これらの鉄道の半分は満州にあり日本が支配していた。中国の輸送の近代化が遅れていたのは列強の都合によるところが大きい。1920年、イギリス、フランス、アメリカ、日本の銀行による新四教国債借鑑難の取り決めにより中国への資本投資には制限があった。四カ国が中国に鉄道布設のための資金を提供する場合には 他国の同意が必要と定められていた。さらには、世界強行で、各国とも国力が落ちていたため、欧米日の列国といえども広い中国大陸を網羅する鉄道を敷設するための資金提供そのものが困難となっていた。1934年から1936年の間の中毒協定は、中国の鉄道建設を大いに進めた。南地域と武漢地区を結ぶため、 甲州と武将を結ぶ越幹線を完成させ、加えて石甲省甲州から湖南省下部スで越幹線に接続する線とそこから南省へ伸びる支線を1937年までに全通させた。これらの新線は、洋舎港南部の鉱山や工業地帯を加藤、河南の中国沿岸とつなぐことで中毒両国の利害が一致したことから進められ、 日中戦争でも軍事物資の運搬として使われた。さらにカブスから奇襲症起用を経て混迷を結ぶ新戦も着工されたが、日中戦争の激化や中毒合作の途絶、国境内戦により全通したのは中華人民、共和国政後になってからである。現在は古根戦として一体化して運用されている。中毒合作で最も重要なのは、 1936年からの軍事産業参加年計画である。それは中国政府の国家資源委員会とハプロドイツ軍によって推進された。この計画の目的は短期的には日本に対抗できるだけの工業国となることであり、長期的には将来の中国産業を振興させることであった。この計画はタングステンとアンチモンの独占開発、湖北省、湖南省、 四川省のような地方都市に中央製鉄所、機械工場、発電所、化学工場を建設することなどが骨子となっていた。1934年の交換条約の取り決めにより中国はドイツから技術提供を受け、ドイツには気象原料を提供した。これらの取引は中国の大独貿易赤字となることが多かったが、 1932年から1936年にかけてタングステンの価格が2倍に上昇したため、いくらかは緩和された。1936年にはヒトラーは中国に1億マルクの借款を与え、その借款で中国はドイツから武器を購入した。また、10年間にわたり、毎年1、0-0-0-0マルク相当の鉱物資源がドイツに提供されることとな。 1936年1月、南京政府報読団がドイツを訪れ、2000トンのタングステを提供している。同年4月8日には、独中間で借款貿易協定が結ばれ、ドイツは中国政府に1億マルクの追加融資を行った。推進者は、国防省官房長のバルター・ホン・ライヒエナウ、中将であった。ライヒエナウは、 クラインらと中国軍備拡張計画を練り、6個師団からなる10万の軍、将来的には30万にまで拡張する新たな軍事顧問団の創設を構想した。他沿岸部防衛のため、4隻の高速魚雷艇の輸出、最終的には50隻まで提供、洋スコウ防衛のための15センチメートル砲台と機雷封鎖設備供給する計画であった。 7月には参加年計画を開始、クルップとシーメンスによる中央鋼鉄病、兵器工場、化学メーカー IG、ファルベンによる爆薬研究所、ダイムラーベンツによる国有自動車会社などの建設を進めた。これにより、1931年には中国の貿易額において、対ドイツが米日英に次いで5%を占めていたのに対して、 1936年には17%を占めるようになり、英国を抜いて日本に並び3位となった。1935年1月、ファルケンハウゼンは中国国防基本方針と題する対日戦略案を紹介席に提出する。その中で日本が攻撃してきたとしても、日本はソ連対策を取らざるを得ず、また、 中国に利害を持つ英米とも対立すること、そして日本はそのような全面的な国際戦争には耐えられないこと、したがって中国は長期戦に持ち込み、できるだけ多くの外国を介入させることをフルケンハウゼンは提案した。また、同年10月1日には観光と上海にある疎開地の日本軍を奇襲し、主導権を握ることを進言している。ファルケンハウゼンは、 中国にとっての第一の敵を日本第二を共産党と捉えていたのである。しかし、小介石や何王金らは当初第一の敵を共産党とみなしていたためファルケンハウゼンの進言に反対した。しかし1936年4月1日にファルケンハウゼンは欧州で第二次大戦が開始し、英米の手が塞がらないうちに対日戦争を踏み切るべきだと さらに進言した。かつて、ゼイクとの立てた計画は、ドイツの軍事議論に基づいており、国民革命軍を十分な装備と訓練を受けた六軸子師団へと縮小させることを要求していた。しかし、軍のどの部門を廃止かが問題となっていた。候補軍艦学校で訓練された将校たちは、各地の元軍閥の将校より優れており、 小介石の政治的優位を支えるのに役立った。国民革命軍のうち、八古師団は、ドイツ式に訓練されて、主力となった。この改革は、小介石が、ロミゾハシ事件後に、日本に対する徹底抗戦に踏み切る、決断の要因の一つとなった可能性がある。しかし、国民革命軍はまだ強化途中であり、日本軍に対抗できるほどの力を持っていなかった。 小海石は、幕僚とファルケンハウゼンの反対にもかかわらず、1937年の上海戦に全兵力の3分の1を投入し、貴重な戦力を失った。ファルケンハウゼンは、小海石に対し、消耗戦に持ち込んで、日本軍を疲弊させることを提案した。それは、黄河の防衛戦を守ること、ただし当面の間は、黄河北部を攻撃しないこと、 そのために山東省を含む中国北部を放棄すること、撤退を急がないことなどからなっていた。さらに工業地帯、海岸、河川に陣地を構築し、ゲリラ作戦を取ることを進めた。そうすれば日本が徐々に消耗していくだろうと説明した。ゲリラ戦は第二次国境合作で提携した共産党の得意技であった。ファルケンハウゼンは 中国の国民革命軍が日本軍に抵抗できるだけの装備を確保するのは当面は難しいだろうと予想していた。中国の産業は近代化を始めたばかりであり、ドイツ国防軍並みの装備をするには時間がかかると考えていた。そのためハルケンハウゼンは浸透戦術をとり小型兵器を装備した機動部隊の設立が必要だと論じた。ドイツの軍事援助は 人材育成と組織整備だけでなく、軍需物資提供に及んでいた。税区との分析によると、中国式兵器の8割は近代戦で使えない代物だった。中毒合作の一環として、様子構想にある既存の兵器賞を発展させていく方針が盛り込まれていた。例えば、関陽兵交渉は、1935年から1936年にかけて、 最新設備に作り替えられた。この交渉で24式機関銃 8cm 迫撃砲の他マウザー製カー9 8キロ小銃をモデルとして小解析の名前を取った中性式不標銃が作られた。中性式不標銃と関与88式不標銃は国民革命軍全軍に配布され有力な活機として使用された。また別の工場では ガスマスクの製造と、最終的には中止されたものの、マスタードガスの製造プラントの建設が計画された。1938年5月、湖南省に 20mm、37mm 及び 75mm 砲の生産工場が作られた。1936年後半、南京近郊に、双眼鏡、狙撃重要の標準機等の光学部品工場が作られた。 この他にも MG34、隠 MG し口径の三方、装走行偵察者 SDKFZ222 などの工場が作られた。軍事研究所もいくつか作られた。兵工省研究所、イーゲ a ファルベン社指導で作られた科学研究所などある。これらの多くはドイツで教育を受けた中国人技術者により運営された。一方、 1935年から1936年にかけて中国はドイツに M35 型シュタールヘルム315000個とゴベア88小銃、ゴベア98小銃、モーゼル C96 型拳銃多数を注文した。さらに少量ではあるが、ヘンシェル HS123 やユンカース、ハインケル、フォッケウルフの航空機を購入し、一部は 中国国内で組み立てている。さらに、ラインメタル、クルップから3.7センチメートルパック36や15センチメートル、SFH18 などの榴弾砲、対戦車砲、三砲、さらには、愛号戦車などの走行戦闘車両を購入した。これらの近代化は、直後の日中戦争で効果を発揮し、ことにドイツの支援で、 上海一帯に構築された陣地の攻略などで、日本軍は予想以上の犠牲を払うこととなった。国民政府は多くの主要都市の占領を許したものの、国民革命軍自体の士気の維持を保つことには成功した。一方で、日本軍は国民政府が戦とした重慶を無差別爆撃はしたものの、地上部隊による攻撃は終戦に至るまでできなかった。 1937年5月には、軍事顧問団は100名を超えるまで膨れ上がり、ナチス政権発足前の1928年の30名から大きく増加していた。ヒトラーの外交政策が変更され、日独防協協定が締結されると、中国とドイツの関係は弱められていった。ヒトラーは、ソ連のボリシェビキ主義に対抗するには、日本の方が頼りになると考え、 同盟国に日本を選んだ。さらに、中華民国が1937年8月21日に結んだ中祖不可侵条約によりヒトラーの態度は降下し、中国系ロビーストやドイツ人投資家から必要な抗議を受けても変わらなかった。ヒトラーは中国からのすでに注文済みの品の輸出の妨害こそしなかったものの、以後新たな対中輸出が認められることはなかった。 ドイツは在下大使トラウトマンを介して中国と日本の和平交渉を仲介しようとしたが1937年12月に南京が陥落してからは両国が納得できるような和解勧告をすることはできずドイツ仲介による休戦の可能性は全く失われた1938年前半にドイツは満州国を正式に承認したその年の4月 ヘルマンゲーリングにより中国への軍需物資の輸出が禁止された。さらに、同5月には日本の要請を聞き入れ、ドイツは顧問団を中国から引き上げた。ドイツが新興国を中国から日本に切り替えたことは、ドイツの経済界を失望させた。自国に主だった工業がない中国との交易に比べれば世界有数の工業国で、 自国で様々な製品を製造することができる日本と満州国から得られる経済効果ははるかに小さかったためである。また、中国在住のドイツ人のほとんどは国民政府を支持した。例えば、観光のドイツ人は現地の赤十字に対し中国人と他の外国人からの合計以上の寄付を行っていた。ドイツの軍事顧問たちは国民政府に同情的だった。 バルケンハウゼンは1938年6月末日に退去を命じられていたが、小解析に対して日本に味方することだけはないと断言した。その一方で、ナチス党の幹部たちは日本を中国で勃興する共産主義に対する最後の防波堤と位置づけていた。実際にもドイツが日本と手を組んだことは必ずしも成功とは言えなかった。日本が北、 中国及び満州国の権益を独占したため、中国におけるドイツの権益は多国並みにまで落ち込んだ。1938年中頃、これらの経済問題が未解決なまま、ヒトラーはソ連と独ソ不可侵条約を締結し、1936年に締結された日独防強協定が事実上無効となった。ソ連は満州国の物資をドイツに送るのに、 シベリア鉄道の利用を認めたが、当初からその量は少なく、ソ連、ドイツ、日本の交流が浅いために、さらに減少することになった。1941年、ドイツがソ連に宣戦線復刻すると、ドイツとアジアの経済交流は完全になくなった。中国とドイツの交流再開は1941年までは模索されていた。しかし、 ドイツが1940年のバトル・オブ・ブリテンでイギリスを攻めあぐねているうちにヒトラーの興味を奪ってしまった。ドイツはその年の終わりに日独一三国軍事同盟を締結した。それを受けてドイツは1941年7月、重慶に移っていた国民政府と手を切り南京の王朝名政権を中国の公式政府として承認した。 太平洋戦争の勃発を契機にして中国は連合国の一員として1941年12月9日にドイツに宣戦線布告した。1930年代の中毒合作は孫文が理想とした中国の国際化において最も成功したものだった。その関係は短期間で終わったが国民党政府が国境内戦に敗れて台湾に撤退した後に関係が再開し、 台湾、中華民国の政府高官や大臣の多くがドイツで教育を受け、その他にも学者や紹介席の息子、後養子であることが判明したが、当時は実施とされていた小異国のような軍統局の後遺者多くがドイツで学んだ。戦後、台湾が急速な産業発展を遂げたのは、1936年からの三カ年計画の一つの成果とも言える。中国と ナチスドイツのこの緊密な協力関係は中国側の歴史資料ではほとんど扱われていない。理由を北村実氏は日本のファシズムを抗日戦争により打倒したと主張する。国民党には日本のファシズムの名友で歴史の罪人となナチスドイツとの親密な関係は第二次大戦後には触れてはいけない過去になったからだと解説する。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。